始まってますよ。こんにちはこんにちはって今ね、多分ねここ入るのにちょっと時間かかると思うんですよね。あ、聞こえた聞こえた、うん、こんにちは。はい、三角窓の外側、夜のですねライブビューイングが終わったところなんですけれども、なんと皆様本日はゲストの方に来ていただいております。こんにちは。この方たちです。てれーん、イエーイ、イエーイ、あ、ごめんごめん、イエーイ。3人に来てもらいました。すいません。じゃあさ、これさ、あのさ、せっかくですからなんかさ、ハッシュタグ決めましょう。ハッシュタグね。ハッシュタグって何？なんかさ、そこからそこから、ハッシュタグって何？分かんないよ。ハッシュタグ、ハッシュタグをさ、やっぱさ、これ3人でやるっていうの貴重ですから、じゃあ例えばこのインスタライブに対してのコメントとかさ、うんうんうん、をみんながしやすいようになんか作るんですよ。だ、例えば子孫の自粛部屋的なことですよ。ああ、はい、はい、はい、そういうのを自粛部屋あれ練習してる、子孫の自粛部屋で、どうします？何がいい？てち、分からんよ、私。三角、何よ、三角、なんだろうね、うん、でもみんなに残るよね。そうだね、うん、せっかくだったら残る方がいいよね。まあ昨日から初日が明けましたからね、はい、これみんなコメントとか見れるからね、ここで。遠くね、え、それコメントが流れてる。そうだよそうだよ、だからなんか絵文字じゃない、リアルタイムで お会話ができる。今ちょっと絵文字がほら、こうやってさ、今みんながハッシュタグ三角三兄弟とかさ、すごいね、デチデチよいしょ、こんにちは。こんにちは。ナッキーくん？何？ごめん。あ、ごめん、大丈夫。どうする？どうする？何がいい？なんで急にみんな喋んなくなっちゃってるの？さっきまでなんか自粛部屋ってやってたでしょ？あれ？お、何にする？何がいい？わかんないんだよ。三角。三角、三角。でもさ、キャスト、まあ、3人含めてさ、うん、みんなスタッフじゃなくてみんな仲良かったじゃん、うん、なんかそれにまつわるような、仲良かったにまつわる感じね。なんかさ、なんかないかな。なんだろう。あ、でもね、みんないろいろね、あのね、案は送ってくれてるよ。あ、そうなんですか。お菓子手ち兄弟とか。お菓子三角四角三角四角三部屋、三角ファミリー。あ、三角ファミリーいいんじゃない、ね、だってみんなで確かに。ハッシュタグ三角ファミリー、うん、決めちゃいますよ、うん、もうこれ変えられないですよ。ヤクザと家族もあるけどねそうそうだね、ちょっと被っちゃうね三角何よ。え、何か、ここにさ、なんかピッてできんのよ、ここにあの固定ができるのよ。そしたらみんなそれで感想が言えるわけですよ。みんな今携帯見てんのはさ、わ、すごいね。あ、ほんとじゃん。仲良し三角、三角、三角仲子三角なんだっけ、三角三角ファミリー？ファミリー？うん。長い？でも。でも三角ファミリーじゃん。ねえ、いいっすよね、うん。じゃあ三角ファミリーにしようよ。三角ファミリー。で、何？その
ハッシュタグ言えてなかった。ハッシュタグハッシュ、ハッシュ三角窓ファミリーにしていい。あ、そうしよう。三角窓、何リクエストを送信しましたって何なの。違うよ、これでこう見た人が三角ファミリーの話ですよっていうのが分かるわけよ。不思議だね。もう今もう 2.8 万 2.9 万人見てるってこと。そう、うん、それって多いの。どうなんだろう、多いんだよ。多い、多い。あ、そうなんだ。うん、すごいね。あ、無事にね。私お昼の時間だからね。あ、3万人になったよ。やっぱね、せっかくやったんですから。じゃあ今日はどん、今日は何があったんですか、教えてください。てちさん、今日は何の日だったんですか。あれなんだっけ、さっきなんか言われたよね。なんか言われたよね。で、今日は何だっけ。今日何したんですか。三角丸の日ってなんとか。三がつく日でしょ。だから1、2、3、今日は三角丸の日です。かつ、まあ、昨日公開しましたね、うん、はい、で、ライブビューイングがありましたと、うん、舞台挨拶ですね。なんで笑ってんの。いや、言ってくれたなと思って言ってくれよ。でね、ライブビューイングやってきたところでしたね。どうでした、楽しかったですか。急に喋らない。もう任せないでください。むしろ普段やらない2人が特に喋ってください。僕からしますとですね。まあでも慣れてないからね。慣れてないからここ。いやいや、だからもう別にこれカメラ回ってるとか意識しない、そうそうそう、しないことがいいんですよ。そうそうそう、そうなんだ。そうだから、もうこれは楽屋です。楽屋ね。楽屋。はあ、疲れた。お疲れ様です。お疲れ様です。監督が水を、ほらほらほら、監督が水持ってきてくれてるから楽屋気分ですよ。楽屋ってでもどんな感じだろうね。でもこんな感じだったよ。なんで今日そのあのピンク。ダメ出しです。いや、ダメ出しじゃなくて、なんか可愛いじゃん。普通に可愛い、着たいと思って、うん、なんかいいなでしょ。そうやってみんなに思ってもらいたかったのよ。三角、え、三角じゃねえや、ピンクが。だからテチってさ、あんまり派手な服着ないじゃん。え、今日着てる。でも黒が多いじゃん、普段私服とか、うん、俺普段からピンクの服結構着るからね。あ、確かに、俺見たことある。黄色着てる。着てるよね、そうそう、あのシャツでしょ。あれ超印象的だよね。すごいなって思う。だってあれで歩いたらさ、岡田ピンク似合ってます。岡田ピンク似合ってます。え、なんて呼ばれてるの。わかんない、だってそういうの全くやったことがない。服かわいい。え、ピンクかわいいっす。テチ、3人とも仲良し。ピンクさんはなんて呼ばれてるの。今日の楽屋広、岡田、結婚してくださいって。その岡田呼び何なの。マー君ピンク最高ですから。じゃあみんなの服見せてあげようよ、うん、せっかくだし。ピンクお似合いって。じゃあマー君からトータルコーディネートです。どこ。着てるね。これ何柄ですか。ドットですよ、これ皆さん。本当だ、ドットピンク。今日は 何意識ですか。今日はスタイリッシュに、あの、決めたつもり。なんで小声なの。よし、じゃあ次テチ。ドレスだね、テチは、うん、ドレス、ワンピース。これはワンピースっていうの。もう、かな、はい、ここにフリフリのね、フリフリがついてるワンピース。可愛いよね、服ね。これは花ですね。花ですね。花柄に、何ですか。ブーツですね。ヒールですね、はいはい、ヒールです。終わっちゃったね。じゃあ、じゅんくん大きいピアスですね。じゅんくん今日何意識してるの。確かに。これをじゅんくん今日俺はいつだって最近は。いいの。ダメダメ。何が何が。やっぱりね。あ、衣装かわいい、衣装かわいいってみんな言ってますよ。ねえ、なんで喋らないの。ほら、喋らないって。
かっこわらって言われてるよ。マー君かっこよすぎです。すぎです。これでもあれだよ、これ不思議なね、これ見てもらってるっていうのが、そうなの、分からないじゃん、分かんないね、そうなんかね。でもなんかこれコメントも見れるし、終わった後こうたくさんこう声をいただけるんですよ。で今何人見てるの？今32,000人です。すごいね。もう埼玉スーパーアリーナパンパンですよ。立ち見出てます。あ、いいな、立ってみてえな。でもさ、言ってたよね、本当はね、あのね、ランウェイだっけ、ランウェイとか歩きたかったね、本当は3人で歩きたかった、ね、そうだよ、それやりたいってずっと言ってたよね。めちゃめちゃクールにやってたのにさ。やろう、次回作で三角ランウェイ、三角ランウェイをずっとね、やりたい。歩けるマー君、恥ずかしがんない。確かに。いや、ちゃんと役をもらえる。役ないね、だから岡田将生やな。岡田将生はね、結構人の前苦手なの。なんで歩きたいのよ、じゃあ逆に。だって今日の舞台挨拶も出る前までずっとふざけてた。そうなんですよ、皆さん、舞台挨拶出るまでずっとふざけたことばっかり言ってたのに。どうも岡田将生です。そう、岡田将生。びっくりした。こんなにあれ予言してない。やってっつって、俺はさ、そういうランウェイとか歩いたことあるから、うん、緊張しないの。あ、そうなの、手帳歩いたことあるの。するよ、するよ、緊張するよ。緊張してるような顔してなかったけど。でも見えてなかったね。じゃあもうすごい堂々とされていらっしゃいましたから。いや、ジュン君もね、見てたけど。歩いてみたいな、だってたくさん人がいるんだもんね。そうだよ、だから今できるよ、これは。これも歩いてるような感じ。そうかもしれん。一回ちょっと歩いてみたら、まあ、なんだよ。一回ちょっとさ、やだよ。どこを歩くのよ。でもすごい、だって3万今何、3万1000人だね。1000人でしょ。みんな仲良せかよ。男の人が多いの。確かに、ねえ、なんかね、見てる人、岡田結婚しようぜって。やばいよ。三角ポーズしてってみんな言ってますね。しませんね、みんな。愛してくれ。三角ポーズを誰よりも愛してくれ、みんな。三人が愛さないと、それはみんな愛せないです。もう俺ずっとやってるから。昨日家で一人で3万人見てる中ずっとこうやってやってたから。ずっと。ずっとやってたんですよ。すごいコメント、グーっていうコメントが来たよ、これを今見てくださってる方々は、うん、まだ映画見てない方々もね、多分います、ね、いますもんね、うん、ね、見てほしいな、ね、三角窓の外側夜という映画でね、3人ご一緒させていただきましてね、で今日集まるのがもしかしたら最後、まあね、どうなるかわからないんですけれども、まあでも昨日公開したんでね、まああの多分皆さんのペースで見られる方いるとは思いますけれども、うん、まあね、映画館は安全ですからね、うん、そうですね、もう是非いろんな人に、感染対策バッチリですよ、ほんとね、バッチリで。ちょっと俺コーヒー飲みたいな。いいんですよ、それぐらいラグがいいですよ、それぐらいラグがいいです。ちょっと画面近く行ってごらん、コメント見てごらん。恥ずかしいんですか、恥ずかしいんですか、はい、いやいやいや。ジュン君のアップなんて、はい、あ、そういう感じなのね。アップって言われたから、サービス精神旺盛だからさ。テチ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 、コーヒー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 おじさん、美味しい？美味しいよ。美味しいよ。すごいね、本当に。ケチ大好きですって書いてあるよ。三角窓ファミリー。お昼食べた？食べてないんだよ。食べた？あ、美味しい。こういう空気でね、三角窓は撮影をしておりましてね、みんなね。大丈夫誰も何も見てないです。今カットするから、カット
これはね、アーカイブとかに残らないものですから。そうそうそう。もうこの、これ、そうか。僕は残してないんで、もう今をやっぱり大切にしてほしいという気持ちですよ。生放送のラジオみたいな。そうです。生放送です。だから、リスナーとつながってるラジオみたいな。リスナーとつながってるラジオですよ、これは。すごいね。てっち、三角ポーズしてって言われてるからして。しなよ。なんで覚えてないのよ。ちょっと待って。左手が裏ピースだよ。うん。いけてんじゃん。いけてるよ。いや、なんか全部間違ってるっていうのを聞いて。どういうこと？なんか三角ポーズをしてくださいって言われた時に、間違ってないよ。ダメじゃん。正解はないからね、三角ポーズに。あ、そうなの？うん、じゃあ全然、私怒られ、なんで怒られてたの？怒られてたの？いや、なんか、うん、毎回違うよって。そう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 。なんでできないの？これでもいいの？人それぞれの三角ポーズが。これでもいいね、なんかこういう、こういうのってやっぱ、ちょっとやっぱやりたくなってきたな。だってこうやって、まあ、ファンの人たちと話せるってことでしょ。そうだよ、コメントで。もう俺自粛期間中はずっとこれでお話ししてましたよ、皆さん。ねえ、本当だよね。一緒に見てたもんね、だってね。見てた。そうだよ、うん、あのさ、俺がインスタライブ終わった後みんなで電話してさ、マー君がずっとさ、子孫の自粛部屋、子孫の自粛部屋が、ちゃんと練習下がるの、そう、めちゃくちゃ練習してるの、ずっと歌ってた。久々だよ、お風呂シャワー浴びながら歌ってた。しかも子孫の自粛部屋。頭から離れないんだ、あの歌。最高だよ。岡田しか勝たんだって。おかなしがガタン。おかなしがガタンって。おかなしがガタンじゃなくて、おかだしか勝たん。おかだしか勝たないと。あ、そういうこと。そう、今なんか流行ってるんでしょ。あ、違う、そうそうそう、なんとかしか勝たんみたいなのが流行ってんだよ。だ、いわゆる三角しか勝たん。そう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 。ちょっと違う。違う。もうでも覚え、他の映画もさ、覚えたでしょ。なんかあるでしょ、鬼滅にしか勝たんとか。舞台挨拶行きましたですってよ。あ、舞台挨拶、え、ダメじゃん、見てないの。え、違うでしょ、きん、おとといとか。あー、そっかそっか。あ、でもほら、テチしか勝たんってなってるよ。そうだよ、勝たん。ひーちゃんって呼ばれてんの、テチ。そうなんだ。ひーちゃんって、でもなんかどっかの番組でよりぽんにしようってなんかなってなかった。なんだっけあれ、あったね。なんかあったよ、なんかあったね。マジで本当は言われたくないんだね。言ってたわ。ゆり、これからゆりぽんで行きますみたいな。ねえ、なんかの番組で言ってたよね。なった。けどもうずっと父だよ。僕らの時代？あれ僕らの時代でしたっけ？明日ですね。明日の朝放送の僕らの時代でいっぱい喋ったもんね。2時間喋ってたでしょ？2時間喋りました、3人で。オンエアは明日朝6時何分とかだよね。7時です。でも朝にふさわしいトークしたっけ。してたよ。してた。朝にふさわしいトークしたっけって何それ。逆になんか俺ら普段朝にふさわしくないみたいな。違う違う違う。なんか早朝でもいけるぐらいなトークしかしてないでしょ。あ、本当に、ね、うん、爽やかというかな、トークしたっけなって。爽やかなトーク、逆に知りたいわ。爽やかなトークを俺は。でもなんかそれぞれの慣れ初めとかも、慣れ初めっていうかさ、ごめん間違った。それぞれの幼少期とかね、なんて言うんでしたっけ、行く末じゃなくて、生い立ち、生い立ち。なんかあの俳優になるまでとか、お仕事するまでの過程の話とかしてたじゃん。学生時代どうだったのとかさ。そんな話したっけ。忘れたの。したか。したな。いや、した。2時間だよ。ほぼしたぜ。そうだ。ほら、もうみんな、ちょっと、喋らなくなっちゃってんじゃん、2人とも。ごめん、ずーっと喋んなきゃいけない。ね、いや、まあ、ずっと喋んなくてもいいんだよ。こうやって、ね、こう、こんな感じでもいいんですよ、ゆるく。でも、ほんと、よかったね。いや、本当によかったね。ね、楽しかったね。どうだったこの1年間、テチは。1年間、うん、撮影始まって公開されて、
1年間どうでしたか。いやまあでも本当に何だろう、映画公開できるのが当たり前じゃなくなったことに対して、そういうなんていうの、世の中になってしまったかもしれないけど、そんな中映画公開できるっていうのは本当にありがたいなっていうのをすごく思いましたね。素敵じゃん、素敵じゃん。てち二人は、いや、てちが大人になったなと思って聞いちゃってんだよ二人。思ってないな、絶対思ってないほら、たぶん今そうだよ、思ってるよ思ってるよ思ってないな、これ思ってるって。本当に俺にだけは反抗的なんだでもさ、なんかさ、喧嘩してるって結構バラエティでさ、そこ掘り下げられるけど、そんなしてないでしょなんかずっと喧嘩してる人たちみたいな感じだけどさ、ずっとではないね。だってそんなのいつも仲いい中で、なんか後輩さんとか言って、ああだ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 くらいの感じでしょ。野菜食べなさい、え、食べなさいとかね。そう、食べてるよ、食べてるよ、食べてないじゃん、食べて食べて食べてってね、優しく言ってんのにね食べてんじゃん、ね、食べてんじゃん、私食べてんじゃんそんな言い方してないし、そんな言い方もしてないし、ね、純くん食べてるよね私、ね、純くん、ね、純くん見て、まさきずっと言ってくんだけど確かにそう、確かに、いや、まあ、食べてるけど、まあ、マー君的にはね、もっと食べてほしいねみたいな振ってくるっていうね。あと私は、うん、3人でご飯に行った時に、うん、2人の小芝居が始まるのがすごくすごくあの時間返してほしいそんなこと言わないでよなんで返してほしいはちょっと辛いよ、つまらないつまらないし、もうなんか一瞬信じるよ、そのジョークだ、ジョークが本当なのかなって。でも2人がそのジョークの芝居に対して下手すぎてもう分かっちゃうわけ、あ、これ嘘なんだって。そうした時にもうさあ、じゃあ逆にどう、じゃあテチごめん、一つだけ言わして。そうやってジョーク話してんじゃん、テチトイレ行ってる間2人で、これテチ本気で信じてんなって話してうわあんね、いや、いや、私も、うん、いいところ、うん、素直に、うん、そうなんだ、うん、うん、って聞いてた、聞いてたよな、だからだと思う。でも本心は何言ってんだって思ってた。そう、もうあとどれくらい聞けばいいのって思ってたやばいね、これ、辛くないでさ、二人でさ、うん、ちょっと外行く時とかあるじゃん、うん、その時とかなんかもう店員さんとちょっと話しちゃうもんね。え、呼んで飲み物頼むんだけど、その時にあのなんかどれくらいで帰ってきますかねなんかどう、なんかそういう時ってどうすればいいですかとか。いや、俺らはさ、そのさ、サプライズ的なことをしたくてさ、作戦会議をしに行ってるわけよ、テチにのね。もうそういうのいらないでもう分かったよ、負けたね、もうしないもうしないよ。そうなんだよ、そういうのいらないって言われに、あれ、クリスマスプレゼントもらってないけどっていうか、ね、いや、ほんとだね、あったね、もらってないもん、うん、ほんとそれは事実だよ事実だよ、マーク、それは俺もマークからもらってないから。何が欲しいんだよ何が欲しいんだじゃあ今、じゃあ逆にテッチ何欲しいんだ、それは気になるわ。欲しいもの、いや、それはさ、だってサンタさんじゃん。何何何、欲しいものはサンタさんで、え、違う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 、だからサンタさんだから、うん、サンタさん来たの今年は、てち、うーんとね、うんとねあと寝てる間に枕元には来なかった。来なかったけど、うん、違うサンタさんからはもらった。マネージャーさんじゃないやめてください、いや、マネージャーさんからもらってないサンタさんでしょ。いや、だからジュンサンタとマサキサンタからもらってなくて。だから今何が欲しいのよ。いや、だからサンタさんってその欲しいものをさ想像して買ってあげるもんじゃん。え、違うの。
買ってないから作ってっから、サンタさんは買ってあげるもんじゃない。私想像するの。想像するの。じゃあ分かった。この子はこれが欲しいんだ。もしじゃあこの映画の大ヒット御礼舞台挨拶があったら、じゃあなんか買ってきてあげる。お、聞きましたね皆さん。拍手。サプライズで持ってくる。あ、サプライズなんだよ。あれさ、自分で言って自分で突っ込むのやめてもらっていい。マーカー、そうだ、言わなければいいのか。サプライズで持ってくる。いや、サプライズなってないじゃん。なってないのよ、マーカー。ダメだね。よくこんな年上と付き合ってきたね。そうだね、じゃあもしそうだね、またね、集まる機会があったら、うん、まあクリスマスプレゼント渡し合いっこができますね。お、え、私も、私も私だってサンタさん来た、来てないでしょ。来てない、来てない。サンタさん、テチサンタ来ないでしょ。なんで、え、なんで、なんで、こ、え、なんでテチは来て俺来ない。あー、来ないけど。でいいよ、俺一人サンタになるから。いいよ、サプライズで持ってくから。そうだね、いいよ、それは楽しみだね、うん、そんな日が来ることを望もうね。そうだね、だからね、本当に少しでも多くの人に、まあそれぞれね、皆さん、いろんな環境があると思うので、絶対に行ってくださいってことではなくてですね、もし皆さんの中で余裕であったりとか、感染対策のご協力をいただける形があったらですね、ぜひ僕らが愛を込めて作った作品を一人でも多くの人に見てもらいたいですし、感想もお待ちしてます。ぜひね、感想をつぶやいてください。みんなで見ますから、テチもマー君も3人で見ます。無言ですか。見るの、見ようよ一緒に。気になんない、どうやって見るの、どうやって見るの。もう見せますから、もうスクショ、もうスクショで送りますから、全部僕がもう。できれば、あの、書類として、あ、紙で。紙ですか。ちょっと、あの、ちょっと昔の人間の紙じゃないと、やっぱちょっとファックスでね。スケジュールもやっぱ紙の方がいいんだよね。あー、わかるよ。テチは、テチも紙がいい。あの、振り仮名振ってほしい。漢字のね、あの、読めないからね。知ってた、俺たち2人ともそれ分かってるから、カンペで出るとき俺たちなるべく難しい感じのとき言ってあげてんだよ。え、そうだよ、そうだよ。でもそれ全く聞いてないから、いつもカンペ見せてくださいって言ってこう開いたら、テチのところの、あ、なんとかね、なんとかねってパスしてんだよ。そうだよ、実はそうだったんだよ。え、言ってくれてる、言ってくれた、さっきもだって その前に撮ってたやつもそうだったじゃん、うん、そう、うん、いや、なんだけど、でもその、分かる、文字と言葉がわからないから。どういうこと、一致しないの。ああ、意味とかがってこと。いや、この言葉に、うん、この振りがな、うん、ってわからないから。どれがその感じかわかんないそう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 、もうちょっとそれは一緒にやっぱ勉強しようかな。でも教えてくれなかったじゃん。いや、でもね、ちょっと待って、これだけ言わせてくれ。教えてくれないとか言う割に、教えてると全然話聞いてないから。そう、俺も一回教えたつもりだったんだけど、聞いてなかったんだよ。マジで聞いてなかったよね。あれ何だったの、教えてくんないじゃんって言ってさ、教えたのに聞いてないっていうのは何だったの、あれは。いや、なんか難しかったんだ。ですって、マーカー。もう、こんな、こんな子嫌です。あ、僕は嫌だ。ああ、もういいね、久しぶりのこの感じだね。もう岡田くんが集中力切れてる。そうですね。岡田くんが まとめてね、集中力切れたのでですね、この、作品が一人でも多くの人に届きますように。じゃあ最後に一言ずつ、テチから。ありがとうございました。いや、終わりかい。はい、ありがとうございました。かっこいい、かっこいい、かっこいい、かっこいい。なんで俺には突っ込んでくれないんだよ。かっこいいって突っ込んでほしかったの。あ、スカイ。ありがとうございました。集中力切れたの、わら。見に行きます。昨日見ました、まさぎ。はい、というわけでですね、一人でも多くの人に見ていただけること願っております。
また会える日まで。ありがとうございました。お疲れ様でした。